はい、やってまいりました。ミダリオの音楽堂です。5周年企画第2弾ということでして、豪華ゲストを呼んでいきたいと思いますが、第1弾は大輔さん、馴染みのあるゲストでした。第2弾は、あのアリエネ・マリアージュのレイさんとノアのシナさんというね、伝説の渋谷公会堂をソールドさせたあのキーパーティーのゲスト。そして第3弾はですね、この番組多ジャンルからの資格といいまして、いろんな業界の多ジャンルですね、アイドルさんやヒップホップ、そしてさらにはですね、裏方さんなんかも呼んだりしてるんですが、今回は多ジャンルからの資格ということでして、俳優さんをお呼びいたしました。早速ゲストを紹介したいと思います。加納祐介さんです。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりというかね、そうね、ご無沙汰してますね、まずはね、見てる方、初めて見る方もまあ、たくさんいると思いますので、まあ、自己紹介、まあ、どんなことやってるかみたいな。そうですね、はい、皆さん、初めまして、俳優やってます、加納祐介と申します。ジャンルは特に問わず、映画、舞台、CM、ネット、ドラマ、まあ、いろいろと多ジャンルにわたって活動させていただいてますんで、なんかいろいろ見る機会あったりしたら、ツイッターとかもね、いろいろ個人的にもやってるんで、ぜひチェックしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでよろしくお願いしますということです。まずね、ここの関係ですよね。ああ、そうね。ここ、まあ飲み友達か。まあ、そうね、まあ結構共演してる時からね。ボーリング行ったりとか。そうだね。下手くそだった俺。楽しくね、稽古もしっかりやって。稽古はしっかりやって。その後はね、そう飲んだ。なかなか飲み仲間としてもね。ね、そうですね。で、昨年その、まあ、共演した舞台というのは、劇団バターネコのパラドクスというね、劇団、昨年も番組ゲストに、劇団員の方と、フォンチさんですね、と三浦さんが出てくれまして、その紹介した舞台、二進法の彼女、二進法の彼氏という2作品同時上演というのをやって、そこのね、うちらは二進法の彼氏の方で、共演して、で、まあ、舞台一緒にやってね、そして昨年池袋演劇祭受賞しました。いや本当ね、長年のね、悲願である、その劇団ね、劇祭の賞をいただいて、賞をもらって、自分は2度目なんだ。あ、別の劇団で取ったこと、前にね、以前にね、17年前に取った。すごいね、17年ぶりに取った賞。すごい。で、舞台、その舞台も実はね、7年ぶりだったの、去年、出たのが7年ぶりの舞台で、で、まあ稽古が大変だったけど、じゃあもう久しぶりの舞台で賞取ったの、賞取った、本当で、持ってますね。ね、何を言ってるんだ、なんで足なんだ、腕じゃないんだ、そこ腕じゃない、足なんだ、なんだ足、いやもう近やったんだ普通腕だよね、ここ来るのね、こんな感じで、こんな感じでね、まあ稽古場とか飲んだりとか、ね、楽しくね、やって、こう目に張り付けてやってましたけど、でそして、まあ会うの本当久しぶりで、まあ今コロナとか大変だったりとかで、まあね、撮影やるもそうだし、舞台とかもね中止になって、なんか今年の初めか、そうですね、こちらは、猿芝居さん、そう、劇団猿芝居さんで、塚公平さんの台本を使った、ストリッパー物語、はい、あれ元はね、紐の話という作品で、田中邦衛さんが主演だった作品の、まあリメイクというか、まあね、その上演で、それもなんかね、2つバージョン変えてやってた中の1つに出てる。そうそうそう、そうなんですよね、その塚公平さんの演出を今の現代にそのまま持ってきてやってみるチームと、それを演出と思いっきり現代的にぶち壊していくっていう、その演出の2通りの演出で違うキャストでやるっていう感じで、僕はぶち壊す方をやったんですけど、で見に行ったんですけど、そう見に来てくれて、面白かったね、あれ、なんか塚公平なんだけど塚公平っぽくないところがそうですねあって、そのなんかやっぱ猿芝居の演出家の太田勝さんマジックといいますかね、あの人が作り出すこう笑いと、こう真面目のね、そう、泥臭い真面目さんのこの緩急の付け方がね、おもろかったね、あれは。そこがやっぱりみんな見てもらった方にはすごく好評でしたね。俺も面白かったんで、新田ポコちゃんが可愛かった。ああ、まあポコちゃんほら、バタネコでもね、そう彼女チームも出て、 その去年一緒にその2作品上演でやったバタネコのパラドクスの、そっちはね、彼女チームね、出てた、私じゃない方のチームだよ ね、めっちゃ可愛かったね。ああ、そう、インスタ見てすっかりファンじゃないですか、うるさいな、ただのファンじゃないの私服可愛いんだよただのファンになりきってんじゃん、このまたこれでキモいって言われるの、あのチームの。あのね、こうね、こう、かわいい子好きだからね。うるさいな、言うな。あなた、
可愛く好きだよ、まあ、そういう話もありつつ、うん、さあ今回の、ね、本題に入ろうと思います、うんはいはい、まあそんな加納さんが今回来たのはですね、はいはいはい、こちらでございま す, ですよ。あなたじゃそっち側見てもこっち見せるか、はい、このちょっと、はい、11月、28日か7か7 7, ね 7, か7から11月7日、はい、12月の8 6? 7日か7日ですよ7日ですよ27から28の、はい、この、二進法の彼女が、上演されて出演するということではい、はい、またね、しつこくお世話になるしつこくとか言わなくていいんだあの一応ねオファーいただきました、はいはい、出演ということでしてまた出演させていただくんですけども、はい、まずねこの作品なんですけれども、まあ、ざっくりストーリーを言うと、うん、冴えない男の人が、うん、何ですか、そのインターネットの世界ですか、うん、で、まあ、AI の彼女ができるという話で進んでいくという、うん、ざっくりとしたストーリーは、うんうんね、で私たちが昨年出た舞台はねその彼氏バージョンと彼女バージョンっていって作品はほぼ同じなんだけど、うん、主演が男性か、そうね、性別が違って女性とどうなるんだろうねっていう作品だ。そうそうそう、今回はこの二進法の彼女、要は、うん、主演は男の人でその、うんまあ、AI の彼女に、まあ、恋愛していくという話なんですが、これもまた今回は2作品上演ということになるんです。そうなんですよね。だからその僕はそのバタネコのパラドックスと、うん昨年とその塚さんのストリッパー物語をやった演出家の玉猿さんのチームどちらも出演しているということで、まあどちらの演出家の面白さもなんとなく理解している部分があるんで、まあ、お客さんとして見に行きたいなっていう気持ちがまあありますね。正直ね。これでね、ようやく今回ね、加納さんを呼んだ、まあ、意図がつながったということでして、今回その、バター猫のパラドックスバージョンに、このこちらですね、はい、そうですね、僕は加納さん出ますと。バタネコチームの方に出させていただきます。もうこれは、この作品もそうですけどバタネコさん、まあ、通称バタネコさんなんですけど、うんうん、もうずっと出られてるんですよね。そうですね、もうその西本この彼女っていう今回ある演目の、うん初演、一番最初にやった初演からこのお世話になっている劇団さんなんですけど、うんうん、でもう、まあ、役はそれぞれ違えど、うんうん、まあ出てるということですよね、はいはい、そうそうそうです、関わってるというか、まあ、出ている、はい、そしてまあ今回、まあ、役どころはまだもう言っていいのかな、うん、配信日的にはいいんじゃないかな、はい、うん、じゃあまあ配信のそのまあこれ11月の、まあ、中旬なんで、ね、まあ多分ネットでも発表されてると思うんですけど、まあそうだね、言ってもまあ伝わらない可能性もあるけど、まあ、うん、今回の役どころは、うんネットのそうですよね。そうで、なんて言ったらいいのかな、こう、うん、AI の中の世界のちょっとした裏ボスみたいな。おお、なるほど。今回そのね、現実世界の男の子が AI のね、そうそうそう、このな女の子に恋していく中でじゃあ絡まっていくという、ね。そうなんですよね。現実世界とその仮想現実っていう AI の世界をこう行ったり来たりして、うん、いろいろ物語がこう進んでいく中のこの仮想現実の方の、うん、まあちょっとしたボスみたいな感じの役どころ、役どころをいただきまして。なんか今までのちょっと違うよね。そう。で、ちょっと小ネタなんですけど、うん、これ。僕二進法シリーズ4回目なんですけど、うんうんうん、全部現実世界の人なんです。そう、それ言ってたよね。初めて AI の側の方の役になっててちょっとそれが楽しみなんですよね、個人的に。これ髪赤くするしかないじゃん。いやいやいや、さすがにね、それは真似できないわ。そこはやっぱ勝てないもん。前回ね、私が出た時はもちろん AI 側の人間だった、このままだもんね、真っ赤くしてね。本人なら気持ち悪い。それはね、同じことやってもやっぱね、ザリオには勝てないから遠慮してきます。遠慮する、はい、髪赤い彼女見たかったな。いやいやいや、もう勝てない勝てない勝てないわ。まあ髪は赤くしないですけど、AI 側のその仮想現実での世界の住民と。そうなんですよ。ということで、このね、バタネコチームね、うん昨年、うちらがまあ共演したメンツもね、実は一緒にいたいとかね。そうね、ちょいちょい見てるんで。まあその辺ももしね、前回も見ていただいてる方いらっしゃったら、うん、その辺もチェックしてもらえたら。そうですね、また過去のアーカイブで、昨年のインタビューとかもあるんで、それなんかも参考にして見てもらえるとちょっと面白いんじゃないかな。確かに。そしてもう一つ、こちらですよ、猿芝居の、うんうん、ね、さっきも話した今年初めに出たということで、うんうん、この
サル芝居チーム その演出の方ももちろん知ってるということで、はいはいはい、こちらの作風のねそれぞれの違いがあると思うんですけれども、うんうんうん、まずじゃあこちら側から先ほどね、うん、出たこのサル芝居チームの、ね、だとどうですか、その AI に恋してる、ね、まあ、さっきもちょっとざっくり言いましたけど、うん、やっぱりその男がとかな、人間関係の中の泥臭さのこのちょっとこうキュッとした現実的な部分と、こうそれをこう緩ませる、あのまああのこの隼人さんっていう、隼人優さんっていう、隼人豊さんかな、率いるこのお笑い芸人さんなんですけど、この方プロのこの方が率いるその笑いの緩い空間とのこのギャップ緩急で笑って泣けてっていうのがやっぱりこの猿芝居っていう劇団のこう一番の 見どころなので、もう一つあのもう一人あの石戸さんっていうね、あの脚本演出の方の方に出演してて、そう西さんは初めてなんですけど、まあ西さんの場合やっぱり現実的なこの今の社会に対する問題にこうコミットしたりとか、そういうのをこう脚本とか演出の中に織り込んで、それをこう見ていただいたお客さんにこうこう現実的にそのお客さんの現実にフィードバックさせてもらうみたいなそういった作風が多いので、まあそうですね、心に刺さるっていうんですかね、グッとくる感じの演出ですよね、あの楽しませる、ただ楽してスッキリとかじゃなくて、何か心に引っかかりを持たせる、あえて作るそういう作品なんですよね、見た人の人生に影響を与えるような作品が多いので、まあ、全然ね、猿芝居さんとは同じ、そうですね、台本でも その一人の男が AI に恋していくという作品の中で、じゃあだいぶ、もちろんね、エンディングも同じはずなんだけど、見た後のじゃあ印象っていうのはこれ2つとも違うってことですね。いや、全く違うと思うんで、ほうほうほう、片方見たら片方見たくなる、あー、なるほど、作品になるんじゃないかなと思うんで、なるほど、ぜひぜひどっちが気になった方でも一回見ていただいて、うん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 、もしお気に召していただいたらちょっと裏の方も見て、もらえたら多分より一層楽しめる作品になってると思うので、残念ながら今回私は出ないんですけど、ぜひ、そうね、出てほしかったなもうどこ見ながら言ってる、出てほしかった、残念だ、全然残念じゃねえ、悔しい棒読みもいいとこだこういう感じでね、またいつかね舞台で共演できたら面白いの、そうだね、その時はあの修具さんとか行きましょう、またボロクソに怒られるけど稽古場ではぜひね、またね、ポンチとかね、女優さんともね、共演したいなと思ってます、ね、そうですね、さあ、そんな舞台なんですけども、改めて、日程の方でね、11月、そうですね、はい、こちらですね、11月27日から12月7日まで、うん、で、はい、それぞれ公演、まあ、やってますので、うん、まあ、どちらも見れるんですけども、ツイッターとかでね、情報出てますんで、そちらをチェックしていただければと、うん、まあ、ツイッターでは、バタネコとか、うん、二進法の彼女とか、そうそう、ハッシュタグで二進法の彼女をつけていただけますと、この情報基本的に一発目に出てくるので、ぜひ見ていただければ、ぜひぜひ見ていただければね、面白い作品ですので、はい、ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、そうそう、お時間なんです、うん、まあ、最後にじゃあ、見てる方に一言、そうですね、そう、僕個人としての活動も、まあ、もちろん今後も続けていくつもりなので、ぜひチェックしていただきたいんですけども、まずですね、僕の演技を見ていただきたいんで、こちらのね西穂の彼女という作品、ぜひ今こういうね厳しい状況でありますけども、ぜひ足を運んでいただけたらと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします、はい、会場は高円寺のファンファン、はい、高円寺です、はい、よろしくお願いしますということで、ありがとうございました、あ、こちらこそありがとうございました、はい、ゲストは俳優の鹿野裕介さんでした、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、それではミダリオの音楽をまた来週、バイバーイ、来週も見てね、出てないけどね、はい、ありがとうございます、Tokyo Borderless TV.